ありがとうございます。さあ左側の手から問いやら開きました。赤ちゃん結浜がまもなくやってまいります。さあ元気いっぱい走って登場いたしました。結浜は現在生後10ヶ月を過ぎております。昨年の9月18日に誕生いたしまして、現在体重なんと21キロを超えているんです。生まれた時の体重はわずか靴のひらサイズで 197g でした。あのベンチャーワールドの中では一番大きな赤ちゃんだったんですが、それでもまだ毛も生えていない、目も耳も開いていない未熟な状態です。小さな赤ちゃんでしたが、お母さんラウヒンに愛情いっぱい取らせてもらいまして、ここまで大きく成長しております。今は1日に1回から2回お母さんからミルクをもらう授乳タイムがあります。時間はユイヒンのお腹が空いたタイミングですので、運が良ければ皆様を見ることができるかもしれません。でまたユイヒンミルクの他にも最近タケノコやリンゴも食べれるようになってきました。タケノコは数日前から食べておりましたが、リンゴの味はつい最近覚えたばかりでして、昨日から与え始めております。与えたら人参やビスケットなど大人のパンダも食べているものも硬いもの食べれるようになっていきまして、1歳になるのには酒も食べれるようになっていきます。まだ酒食べることができませんので、お母さんラウヒンの食べているのを真似して遊んでいたりですとか、竹を混ぜているところはご覧いただけます。また高いところが大好きですので、そのように遊具がありますと、すぐに一番高いところまで登って元気いっぱい毎日遊んでおります。さあ、では私から少しお話ししましたが、皆様から何かご質問があればお答えしていきます。質問タイムを行いますので、何かご質問があるお客様は大きく手を挙げてお知らせください。そののスタッフがお伺いいたします。ユイヒンはとてもやんちゃな生活をしておりまして。